します。はい、皆様の応援のおかげでですね、アトリエシリーズは来年25周年を迎えます、うん、改めてですね、この場を借りてお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。はい、先日記念サイトもオープンとなりましたアトリエ25周年プロジェクト、本日ですね第1弾作品としてソフィーのアトリエ2を発表させていただきました、うん、ソフィーのアトリエはアトリエシリーズの中でもですね屈指の人気作品であり、皆様からの声にお応えして今回制作に至りました。ぜひ新たなソフィーの冒険を楽しんでもらえればと思います、うん、25周年を迎える来年に向けてですね、今後も順次情報を出していきますので、ぜひ皆様と周年イヤーを盛り上げていければと思います、うん、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、まあ、情報もいっぱいあるということなので、早速コーナーに参りましょう。まずはこちらです。ソフィーのアトリエ2の世界。こちらについては愛坂さんからご紹介いただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで、まずはこちらです。故郷を離れ旅を続けていたソフィーの冒険の一つ、夢で見た大樹がある場所で渦に吸い込まれ、無限世界エルデミーゲに飛ばされ離れ離れになったプラフタを探し求める物語ということです。ソフィーのアトリエ2です、うん、物語の時系列としてはソフィーのアトリエとフィリスのアトリエの間の物語になります。ただし今作は不思議シリーズの原点に触れるゼロの物語でもありますので、前作ファンの方から新規ファンの方まで安心してお楽しみくださいということです、うんうん、また本作には前作ストーリーを保管するムービーも準備されていますので、初めての方もバッチリ楽しんでもらえると思います。はい、そしてですね、キャラクターデザインなんですけども、引き続きのこさん、ゆうげんさんにお願いしております。はい、イエーイ。はい、ありがとうございます。はい、続いてキャラクターについてですね、こちら、ソフィーちゃんです。かわいいの家見る、ありがとうございます、うん、かわいいですね。亡き祖母と同じ公認錬金術師を目指し、故郷を離れて旅をしながら日々奮闘中。明るくほわっとした性格だが真面目な努力家、細かいことが苦手だったり自分一人で問題を抱えがちなところも、ズボラ傾向は加速気味でアトリエはしばしば生産たる状況に。故郷を離れて少し大人になっているものの、まだまだ成長中のソフィーの活躍に今回もご期待くださいと。ということで、うん、のこさん本当にありがとうございます、はい、本当に素敵なデザインです。いえいえ、コメントも可愛い、可愛い、あ、よかった、いや本当に緊張してたんで嬉しいです。いや、はい、このなんか、はい、なんかこれこれ、はい、これ好きなの、これですね、はい、そう、ソフィーのトレードマーク、はい、はい、引き続き、はい、ありがとうございます。ということで、続いてはこちら、うん、プラフタちゃんです。 おやソフィーたちよりも前にエルデビーゲにやってきた若き錬金術師、自分のアトリエで錬金術の探求に明け暮れている、うん、感情表現豊かでちょっと子供っぽい一面があり、ソフィーの相棒のプラフタとは同名だがソフィーのことは知らない様子でということなんですけ